イタッグ挑戦者チーム決定戦。査定試合には敗れるも、なんとかこの戦いにこぎつけました。おっと、なんとコールが一層持ってチーム246の入場時を吸収しました。 TNA 世界タッグ選手権挑戦者チーム決定戦。いや、思わぬ形で試合が始まってしまいました。いや、ケンさん、はい、まあ、デスペラードですから考えられたことではあったんですが、はい、まさか背後からこの大事な試合で襲ってくるとは思いませんでした。いや、おかしいと思ったんですが、いつもデスペラードオープニングから出てくるじゃないですか。今日一切今日姿現してなかったんですよね。そうですね、そして今逆側の花道から椅子を手にしたカズマ坂本が、これはもう試合として成立してんの。そうですね、今ゴングが鳴りましたね。ゴングが鳴ってんの、こんな状況で、はい、あんな状況で鳴らそうも鳴らそうだよね。まあ、レフリーがゴングを要請してしまいましたね。となるとデス軍のメンバーは河野、坂本組ですね、カズマ組ですね。事前の発表では、はい、チーム246対デスペラード選抜チームというアナウンスでした。2人しか来てない。今のところそうですね、そうですね、セコンドの姿は見当たりません、はい、現在デスペラードはリング上の河野、そしてリングサイドのカズマ、坂本しか姿は見えておりません。この試合に勝ったチームが3月2日の両国大会でTNA の世界タッグに挑戦するということになります。いや、その中で健さん、非常に、ね、これ大事な試合、しかも、まあ、権威のあるといいますか、はい、そういった試合ですよね。そうですよね、ね、レスラー初の両国大会でそのタッグタイトル戦に出れるかどうかがこの試合にかかっているわけですからね、はい。いやー、けどこれちょっと246はこれね、出鼻くじかれましたよね。そして河野に代わって入ってまいりました元 WWE のカズマ坂本です。まあ、TNA のその世界のベルト、世界という意味ではこのカズマ坂本、はい、一番最近まで体験していた、はい、その中にいたわけですからね。そうですよね、ね、世界標準というのがどういう標準というのがどういうものかというのを分かっている男ですからね、はい。いや、ただこの立場からするなら、はい、ね、ね、内から送り出す選手のタイトルマッチにね、はい、やっぱりこの、ね、デスペラードの2人よりは俺はカズ近藤の方をしたいよね。ウトさん的にそうなるでしょうね。そんなに TNA 世界タッグのベルトに挑戦する機会なんてないですからね。そうですね、ここはタンバックルにコンプリートショットでぶつけていきます、カズ林。まあ、ただこうやってリングの4人を見ておりますと、デスペラードスーパーヘビー、はい、対する246は、まあ、体格でいうとジュニアヘビーですからね。さあ、その中でどういう戦いを展開するのか。パワーという意味ではヘビー級に勝るとも劣りません、近藤修司。この4人の中で河野選手の大きさが際立ちますよね。そうですね、ここはハッタンドロップ。ただ今アメリカの状況というのはさ、はい、ヘビーとかさ、ジュニア日本以上にもっとないからね。ないですね、はい、まあ、向こうではクルーザー級というんですけども、はい、クルーザーウェイト部門という自体がもう本当形骸化しておりますからね、はい、どんな体重の人間でも本当同じ土俵で戦っているのが、現状ですね。いや、ここは近藤修司の足を河野が捉える。その隙を突いてコーナースプラッシュ、規制を発しながらです、カズマ坂本。旗揚げ2戦目、昨年の 9.15 名古屋大会でこのデスペラードに合流しました。そこから存在感を見せています。そしてこのデスペラード軍の大将と言っていいでしょう、リーダー格が河野正幸です。この体格を生かした落差のあるバックドロップ、さあ近藤返せるか。ファンタツー。いや、これは本当デス軍としても TNA 世界タッグのベルトこれ欲しいんでしょう ね。 そうですね、そのベルトを巻けば本当にね、これアメリカ行きね、アメリカ進出がもう約束されてたもんですからね、はい、まあ、それもあって今日オープニング出なかったんでしょうね。なるほど、今本当ここ河野一馬組が出るまで我々あとお客さん全員ほとんどデス軍の存在忘れてましたよね。確かにそうですね、忘れたとこにここかよと。まあ、そういった意味では考えていたと、考えてたでしょうね。まあ、TNA アメリカのベルトベルトって言ってるけど、はい、その放映自体は、ね、140カ国に流れるからね。そうですね、はいはい、世界中で放送されてますからね、日本でも放送されてますからね。そうですね、はい、ナイスクラッシャー。
いや世界中つつ裏裏まで自分の顔を売ることができるわけですからね。これは本当千載一遇のチャンスです、はい、さあその中で岡田林この向かってジャンピングに、さらにすぐさまコーナーの一馬が近藤修司を排除にかかります。まあ、スタートこそねああいう感じで始まりましたけど、試合になると非常に正当的な レスリングで今やってますよ、ね、ファルコンアロー大きな弧を描いてまいりました。ファルコンアロー大きな弓が引かれた。しかしカウントは2、何とか返していく、まあ、確かこの試合に関して反則負け取られてしまったらね、そうですね、世界タッグのベルトに挑戦できない。なるほどなるほど、はい、容易に反則行為にはいけないですよね、デス軍もね。なのでここまでは比較的正当的なファイト。ヘッドコングラリアットカウンター、大きな河野をなぎ倒してまいりました近藤修司。さらにそうすると坂本が入ってくる。この辺りのインサイドワークのうまさ、さらにバンソーキック、うわ今の強烈だな。近藤修司の側頭部を襲いました。さあさらに標的は風林へ、どうするか、向き直ったエルボー地獄突き、さらに独特な動きから足を刈っていきます。カニマサミから何を見せる、裏をクロスしておいて、よくわかんないんだけど、このデスペラどっちが権利あるんだよ、今は河野だ、河野ですね、河野だね。さあカズ林がスパインバスター、河野を叩きつけてまいりました。いやしかし蹴り下から長い足が伸びてくる、膝はかわす、バックに回ったスリーパーから、いやファイナルカットは行かせない、入ってくるところでハンティングボム、カウントを迫る、カウント2、近藤修司が勝手に入ります。違いますね、そうですね、右はね、まあただチーム246の2人、笠林近藤修司は前回の査定試合敗れたにもかかわらず、はい、ソヤマッチメーカーから今回このチャンスもらいましたからね、温情といえば温情最低ですよね、これ以上の負けは許されませんが、いやそれを断ち切ろうとジャイアントニードロップは寸でのところでかわした。さあランサルセ気をついていきたいところなんですが、ガズマ坂本背後から来る、そこにトライを引く、この辺りはチームとして完成されております、チーム246、さらにダブルの攻撃仕掛けていきます。さあなんとか流れを変えましたね、ここで攻勢に回るかチーム246。今日雪で246通ってきたんだよ俺はもう。そうでしたか、大丈夫でしたか、246は雪でも大丈夫だった、雪でも大丈夫だった、ということはこちらの246に期待したいですね、ここもハンドスプリングからの蹴り、さらにファイナルカット、はい、喉元食い込ませていきました。さあどうだ、カウントはカウントは2、まだ河野も肩を上げていきます。まあ武藤さん、河野もしぶといですからね、実力ありますから。変な話さ、レスルはもう半年近く破綻してなってんだけど、多くのレスラーが成長してんだけど、もしかしたら河野が一番雰囲気とかそういうものが一番成長してんじゃないかなと俺思うよね、まあ、これやっぱ立場がそうさせるとかありますよね、さあこれは高いところバックフリップ、なだれ式、体重が乗りましたよ、ま、雪の降る東京、なだれ式バックフリップもらってしまいました、風怪しい。さあどうだ、カウントは、なんとかここも近藤修司すんでのところでカットに間に合います。まあ、こう攻め込まれてもデスルはやっぱりその体格が大きいんで、一発の大技でその流れを変えることできるんですよね。そうですね、さあリング上権利があるのは河野とそして風林です。お互いが一緒に打ってる、近藤修司も一緒に持ってますね。そしてあカズマも、カズマ坂本も勇まっていた、2リフトもらってしまった、どうだ返せるか、あなんとかなんとか肩を上げてまいりました。いやここでラスアップを出していったんですが、そこには屈せずなんとか返していった。近藤修司が入ってくる、ショートレンジのキングコングラリアット、さらにあここは迎撃もらってしまい、さらにバックドロップ立て続けに食らってしまいました。いや本当乱入絡みじゃなくてもやりますよ ね、これが本当のデスペラードの実力なんですよね、これをいつも見せてほしいんですけどもね、さらにかち上げ式の膝、さあ風間さんの方どうするんだ、うまく同手打ちを誘った、同手打ちになりました。おちょっと河野がカズマ坂本に不快感をあらわにしている、そこに今度は後ろから近藤修司再び同士打ちを誘った。さあどうするか、いやビッグブックさらににこの膝です。
これ誰と誰の権利なのか俺分かんなくなっちゃって。そうですね。お、これ向き直り式の後頭部にエルボー。やっぱ河野とカズだね。そうですね。そしてチョークスラム、高い高いチョークスラム、これで返した。いやー、朝日からよく耐えてますね。ただもう武藤さん、笠井氏ギリギリですよね。これくらいとダメだな、これくらいとカズダメだな。さあ、青コーナートップから再び狙っている、河野が狙っている、ジャイアントニー、うまく切り返した、丸め込んだ、カウント、カウント2、惜しい。一瞬河野も慌てたんですが、お、再び丸め込んだ、さあこれでどうだ、どうだ、カウント、カザヤシやりました。昔は俺、ああいう丸め込みで数に取られたことがあるからね。武藤さんが世界中に挑戦した時、その時のフィニッシュですね、トルネードクラッチ、キロクラッチのような感じで決まりましたよね。いろんなバリエーションの中からああやって丸め込めるんだよね、カズは。いやー、勝林家、これがありました。そうですね、対ヘビー級といえばこの引き出しを開けてまいりました。さあ、ということでチーム246、香川氏、近藤俊が DeNA 世界タッグ選手権次期挑戦者チームに決定いたしました。